観光交流課から G7 香川・高松都市大臣会合開催機運情勢イベント等についてお知らせです。7月7日金曜日から9日日曜日に高松で行われる G7 香川・高松都市大臣会合までいよいよ3ヶ月を切りました。これから開催に向けて様々なイベントが始まります。まず記念イベントの第1弾として5月21日日曜日には 筑波大学教授の谷口守さんを講師に迎え大臣会合のテーマにもなっている持続可能な都市づくりに関して話し合うシンポジウムも開催されますこれに合わせてシンポジウム会場近隣のサンポート高松周辺ではにぎわい空間創出イベントさぬきルシェインサンポートが開かれ SDGs をテーマにした県産品の販売やワークショップなど道路空間を活用した一大にぎわいイベントも楽しめます また、6月3日土曜日には、香川大学の学生を中心としたプロジェクトチームのパネリストが、フランス、アメリカ、イギリスなど G7 各国出身者と若者の視点から都市の未来を議論する学生サミット in 香川高松が開催されます。このほか、サンポートエリアの 3D マップをもとにした仮想空間メタバースで、子どもたちを中心に未来の高松を描いてもらうデザインコンテストや、 脱炭素に関する取り組みとしてマイボトルの利用促進に向けた給水スポットの設置 G7 参加国のおもちゃ文化を紹介する事業や各国の料理を献立に取り入れたサミット給食の提供などさまざまな関連事業やおもてなしを実施しながら会合開催に向けて機運を醸成していきますすでに高松駅前ではカウントダウンボードを設置し日数のカウントダウンも始まっています 都市大臣会合のイベント開催のお知らせなど高松市公式 SNS で随時配信していきますのでぜひ参加していただきながら都市大臣会合に向けて皆さん気分を盛り上げていきましょう。